ますね。お金もクレジットカード登録しておけばお金のやり取りもないですし、まあ本当に行き先もその入れて来てもらうだけなので楽かなと。オスロ部ですね、行き方としても地図でいうと下の方になるんですけども、これは結構長距離になるので、まあ車を、楽したい方は車を頼んで、まあ、ちょっと高額になりますけども、あとモラルボアルもですね、同じですね。で、まあ、バスも出てるんですよね。ただガタガタして結構あと結構狭いところに押し込められるので、フィリピンのバス乗りたくないっていう人も結構いるので、この辺は、やっぱり車がいいかなと日本人には思います。カモテスはですね、セブシティのその岬の方から、船で1、2時間ぐらいですか、1時間ぐらいかかんないかなって感じですかね。ボホールの方に行くときは結構2時間近くかかるんですけども、パスポートが必要になるので乗るときに、それを忘れないようにしていただきたいですね。セブシティに行く場合も、とにかく、車で移動すると、グラブカーを使うといいかなと思います。